新宿駅前をご通行中の皆様、こんばんは。政治団体の君の会と申します。本日もこちらで街頭演説を行っております。しばらくお騒がせいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。いよいよ1年の終わりも近づいてまいりまして、本格的な冬、寒い日が続いておりますが、皆様ぜひくれぐれも体調管理にはお気をつけいただいて、新しい年を迎えていただきたい思っております。小説家の真山仁さんという方が、この平成30年を振り返って、この平成30年は昭和のツケを払ってきた年だったとおっしゃっておられました。しかし果たしてそのツケを払ってきただろうかという、私は疑問があるわけであります。戦後72年、そのツケをどのように払ってきたのか、そしてそのツケはいつまで続くのか、本当に少しでもそのツケを返していけていたのか、この平成30年を振り返って思うわけであります。しかし私たち国民一人一人はそのツケを払うことができないわけであります。直接外国と交渉するわけにもいかない、いろんな交渉ごとを国民レベルでやるわけにはいかないわけであります。誰がその仕事をやっているのかというのは、やはり私たちが選挙で選んだ国会議員、地方議員、議員と言われる人たちにやっていただいている、その人たちに日本の国の運営、舵を任せて、正しい方向に私たちの生活が豊かになる、日本が国際協調をしっかりと作っていく、この仕事を投票という形で議員の皆様方にお願いをしているわけであります。ではその地方議員や国会議員の人たちが、この平成30年の間で、戦後72年の昭和のツケをきちんと払えるだけの仕事をしてきたかということを考えたときに、私は決してそんなことはなかったのではないかと思っています。一番その色が顕著に出ているのが沖縄であります。沖縄はずっとこの戦後72年間いろんな意味で日本の政府とアメリカ政府と問題をずっと抱えたまんま今日までやってきています。来年2月には普天間基地の移転に向けて住民投票をやるということを前の県知事から引き継いだ形で玉城デニー知事が進めようとしている。しかしここに来て沖縄の地方議会、市町村会はいくつかの市町村においてこの住民投票をやらない、それに対する予算をつけない議決を出している。市長、町長、もう県民投票は実施しない発表している市町村もいくつか出てきております。しかし皆さんしっかりと考えていただきたい。沖縄にご家族、知人、ご友人いらっしゃる方ならば、しっかりとこの沖縄の基地の問題については私たちも他人事と思わずに真剣に考えていかなければならないと思っております。
なぜ沖縄に米軍の基地が必要なのか、そもそもこの問題の根っこのところから考えていかなければいけないわけであります。現代社会においているいらないではなくて、長い年月をかけてなぜそこに基地があったのか、基地を置かなければならなかったのか、このことから考えなければならないと思っております。今沖縄周辺を取り巻く海の環境、近隣諸国との関係、これを考えたときに、私はよくぞ沖縄に米軍基地を置いておいていただいたと思っております。中国の公船と言われる海警船が日本の南の島、尖閣諸島に今年も150日ぐらい延べで尖閣諸島の排他的経済水域内までやってきている。中国が虎視眈々と尖閣諸島を狙っている。あそこはうちの土地だと突然言い出した。このことから鑑みても、しっかりとした防衛体制を取っておかなければならない。そのために沖縄には米軍基地、自衛隊の駐屯地、しっかりと置いて守らなければならない。いざという時のためにしっかりとそこで防衛をしていただかなければならない。中国が沖縄をずっと見続けている、その間は私たちもずっと守り続けていかなければならない、そのように思っているのです。竹島はある日突然韓国軍が占領をして、いまだに竹島は軍事支配を韓国政府がやっている。日本は固有の領土だと主張はしていますが、なかなかもう竹島には日本の誰も上陸することができません。北方領土も同じです。ある日突然戦争は終わったのに、ロシアが、その当時のソビエトがある日突然やってきて軍事占領を始めた。ここに来て今やっと安倍首相とプーチン大統領の間で2島返還、ここから話を進めていく、平和条約を結んでいく道筋がやっと見えてきました。このように軍事力で奪われた領土はなかなか話し合いでは取り返すことができない。中国はまさに尖閣諸島を海警船という名の軍艦を出してきて軍事的に占領しようとしている。前例として南沙諸島、あそこはやっぱり同じような手段で島を、他国の島を私自分たちの島だと言い張って軍事占領を始め、埋め立てを行い領土を拡張し、島を約3倍の大きさにまで広げ、滑走路を作り、軍事施設を作り、いろんなことをやってきている。これと同じことが日本の南の島、尖閣諸島で起きるかもしれないと、今もうその一歩手前まで来ているんだということを皆様にぜひとも知っておいていただきたい。だから沖縄には基地が必要であり、陸上、海上、航空の自衛隊がしっかりと配備されて、いつでも対処できるようにしておかなければならないのに、今の現在の沖縄県知事は基地の移設を反対する、自衛隊の配備を反対する、このことに明け暮れている。
しかし皆さん、玉城知事は先日来年度予算の沖縄振興金3200億円余り、これを前年度と据え置いて支給すると決定した日本政府に対してありがとうございましたと謝意を述べに、わざわざ東京までいらっしゃった。沖縄振興金というのは基地負担を押し付けているとよくあの人たちは言いますが、基地の配備をお願いしているので、その分お金という形で申し訳ないが、これで我慢してやってくれというのが沖縄振興金なんですね。あの方、知事になる前は何と言っていたか、沖縄振興金なんかいらない、だから基地もいらないんだと言って県知事選挙に立候補していた、私はそのように記憶をしております。そうだ。しかしいざ3200億円が目の前に来ると、やはりありがとうございましたということになるわけであります。だから基地を反対している、基地の移設に反対している人たちは、私はこのことも沖縄県知事に対して抗議をすべきではないかと思っているんです。何でもそうなんですよね。金だけもらって政策を反対する、こんなことが当たり前のように今沖縄で起きている。そして芸能人が署名運動を呼びかけるやつを声明を出したり、ツイッターやインスタグラムで上げていたりすると、わーっと盛り上がって、この人たちも言ってるんだからみんなでやろう、基地移設反対派の人たちは言うんです。しかし少し前までは何と言っていたか、芸能人がそういうことに加勢をする前は何と言っていたか、少数意見をちゃんと聞けって言うんですよ。私たち少数意見を、町の声を、住民の声をしっかり聞け、ずっと訴えていらっしゃったんです。ところが先ほども申し上げた各市町村議会で住民投票、県民投票をやらないという市町村が出てきた。その市町村にわざわざ出向いて市民の投票の権利を奪うな、わざわざ言いに行く。しかしこれは彼らが言うところの少数意見なんですね。全体が住民投票をやろうと議決している中で、いくつかの自治体が住民投票をやらないと言っている、その少数意見を聞くつもりがない彼ら、もうこの自分の意見さえ通ればいいんだ、自分の要望さえ通ればいい、反対するやつらの意見なんか全く聞かない。彼らが安倍首相に対して言っていることを彼ら自身がやっているということなんですね。独断独裁、自分さえ良ければ、そのことがなかなか表に出てこない。沖縄の西は琉球新報や沖縄タイムスはそういうことを伝えません。しかしもっともっとこのことは知っていただかなければならない。彼らのやっていることは、沖縄で基地の移設を反対している人たちはやはり自分さえ良ければいいんだ、少数の意見なんか聞かないんだ、そんなことは必要ないという人たちの意見は聞く必要はないと彼ら自身が態度で示しているわけであります。ですからいかにですね、この沖縄の基地問題、筋の通らない反対運動であるか、反対する人たちはなぜ反対なのか、もともと普天間基地は世界で一番危険な飛行場と言われていた、今でもそうです。
ヘリコプターからガラス窓が落ちる、部品が落ちてくる、騒音が激しい、住宅の真上を戦闘機が飛ぶ、このことを危険だ、危ない、子供たちの命を守ってほしいと言って、普天間基地はどっかに行ってくれと言っていたはずなんです。しかしこれが移転、いざ移転となった時に移転反対っていうんですよね。ですからもうこの時点でまたはっきりするわけなんですよ。何のための反対をしているのか、子どもの命を守ってほしいから普天間基地を移転してほしいと言っていたはずなのに、じゃあ移転しましょうと言ったら反対という、じゃあどうしたらいいのよということが本音なんです。しかし彼らはそのどうしたらの部分を最後まで言わない、言わないんですね。卑怯なんですよ。こうしてくれたら納得するということを彼らは言わないんです。なぜならば言ってしまえば日本政府がそれをやっちゃうから、やったらもう彼らの存在意義がなくなるんですよ。存在意義がなくなるということは、この沖縄の基地の反対運動、本当に私たちの見えないところで大きなお金が動いていると言われています。ですから反対をやめたらそのお金が動かなくなる、そう私は思っているのです。やはり最後は金なんですよね。沖縄振興金の話もそう、金はもらうが言うことは聞かない、金のために反対運動をする、そして金のためだけに反対運動をしている今の何の解決点を見ようとしない基地を反対する人たち、辺野古の基地は今土砂が投入されています。しかし完成まで やはり12、3年かかると言われている。ということは彼らの活動意義、活動はあと12、3年続くんですよ。ですから12、3年は彼らは安泰なんですね。そういうことを許してしまう、裏を全部暴けとは言いませんが、やはり条理の通らない、道理の通らない、筋の通らない活動はやめさせるべきであるし、私たちもしっかりと気づいていかなければならないんです。ただ心情だけで、心だけでいろんなことを動かしていくようでは間違った判断をしてしまう。野党の皆さんがよく安倍政治を、安倍首相を、今の日本の内閣を批判します。しかし今の日本決して悪くはなっていない。この間の外国人労働者受け入れの話、どうなるのかどうなるのかと思って見ていたら、もう早速斡旋業者免許を取り消して、嘘をついてたから、虚偽の報告をしたからといって、その斡旋仲介業者の免許を取り消した。こういうことがもうすでに動いている、言ったことをとりあえずやろうとしている今の日本の政府があります。先ほど電車の中でニュースを見ていたら、また有効求人倍率が少しだけ上がった、だん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 良くなっていく。しかしその反面で、その裏で待機児童の問題はなかなか解決されない。施設はたくさん作った、過去最大作ったそうです。何万施設という施設を今持っているが、やはり待機児童の問題は解決できない。少子化と言われているのに、子どもの数はどんどん少なくなっているのに、待機児童の問題は解決していかない。次の国会では教育の無償化、このことについても真剣に議論がなされていく、そのような方向がだんだん見えてきている。最後に一つだけ懸念するのは、消費税が 10% に上がるか上がらないか、
これは皆さんの最大の関心事だと思っています。政治というのは来年再来年こんな短いスパンを見ていくのではなくて、長い10年15年20年そういう先を見据えて政治をやっていかなければならないと思っています。戦後72年昭和64年このツケを平成30年の間でしっかり払えてきたかどうかという認識を今の国会議員の先生方には持っていただきたい。そして来年5月から新しい元号になって、また新しい年が、来年は2回新しい年が来るんですね。1月1日と5月1日、新しい年がやってきたら、ぜひともこの沖縄の問題、日本の周辺諸国の問題、しっかりと片付けられるような政策運営を日本の国会議員の皆様にはやっていただきたいと思って、今日はお話をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。次は20分ぐらい。